第2試合後半に入ります。第1局ドラマローマン、松ヶ瀬の親番です。今回も慎重に慎重に構えてここまで進んできた松ヶ瀬、二メンツ、ジャン等もある、なかなかいいハイパイですが、ドラや赤はありません。渋川は先ほど勝負のリーチが空振り、ドラのローマンがメンツに組み込まれているハイパイ。3と1の黒様、赤が1枚、春通2組の小林、ドラが1枚、まあ、また全員そこそこのなかなかの手が入りましたね、トンバでは小林の3000、6000の大きな上がりがありましたが、その他は中打点クラスの上がりが続いています。ドラドラになりました渋川。とにかく渋川が攻めてくるんで、うん、他3人は結構ねきつい戦いになってますよね、はい、武装短期のリーチはちょっとびっくりしました ね、 ね、日頃か、うん、桜ナイツはセミファイナル残りこれを入れて5試合となっています。現在マイナス 310.7 ポイント、もう大暴れするしかないっていう気持ちで来てますかね渋川選手は。そう、まあ、自分のホームで打ってますよね、うん、あの1戦目の岡田もそうでしたけど、うん、普段と変わりない攻め方をしてくれてるんで、なるほど、無謀にも見えないんでね、うん、あ、イーシャンテンだ、はい、小林両面2組のイーシャンテンです。そしてこちら親番松ヶ瀬もイーシャンテン、イースーマンと3ピン、渋川もカンチャン2つですが、イーシャン赤で入ってタンヤを3色、ドラドラ赤、あ、ドラ1枚切ることになりますが、まあ、リーチするのかな。タイヤを3色ドラ赤、ご飯確定のダマテンです。黒沢の嘘危ない、そうだ、こいつで見てるんでまだ出ませんね、なるほど、渋川に勘嘘待ち、満願のテンパイが入りました。山には1枚です。黙って積もったら跳ねまん、そうですね、ダマテン続行、チートイスですね、うん、これで嘘出なくなりましたね、はい、チートイスにしました黒沢です。テンパイリーチ、小林からのリーチは老朽層待ちのリーチピンクドライチ、山には老層が0、旧層が3、狙い目の9が3枚残ってる、追っかけもあるか、しない、なあ追いついた、9走は小林のロンパイですが、小林のロンパイですが、これはね小走切ってリーチするんですよ、ほらでした、9走が山さんですね、そうですね、老走は0です。渋川が掴むとどうなるの、どうなるの、どっちが上がるの、黒沢です。はぁ、 M リーグルールダブロンはありません、リッチ2人リーチになったならばどっちか嘘を切ってくれるでしょう。3人目のリーチです。嘘だって1枚ありますから、もうリーチ対決、リーチ同士だと分かりませんよ。親番松ヶ瀬は3人リーチ受けてどうする、まあ、いいピン、いいピンが2人ですね、ね、取り2人通ってるんで、イーピンって粘るんじゃないですか、はい、9ピンは安全牌なんで、うん、パーピン4枚見えてて、粘りなら任せろ。さあ先ほどのリーチと同じように運送に運命を託したのは渋川、そして急走を狙っているのが2人、松ヶ瀬が、まあ、通ってない急走を簡単に切ることはないでしょうから、黒沢と小林もほぼ、ああどうなるのかな、
いやーこれどうしますか。シーソー急走か。面白い戦いですね。急走か。嘘だ。嘘だ。渋川すごい。12000リーチタイヤを3色ドラーカー12000点。ラスト嘘。はい、2曲連続で嘘に運命を預けた渋川、今度は答えてくれました。表情は涼しい。しかしなんてすごい上がりをものにしたんでしょうね。え、いや大勝負が一つ決まりましたね。決まりました一つね。はい、二つ三つといけるか。を野蛮何曲